うわぁ、これ弥生さんのパンティ。胸と股間に押し付けられたからムラムラしちゃって、弥生さんがシャワー浴びてる隙にパンティ拝借してオナニーしてたんだ。うわ、まずい、早く洗わなくちゃ。何がまずいって？あ、うわ、うん、うわ、弥生さん、部屋覗いたら寝てるからさ、あんたの寝顔見ながら一杯やってたとこ。あ、僕のエロ本、また勝手に人のものを持ち出して、プライバシーの侵害だよ。相当偏ってるわね、あんたの趣味。新しく買ったのもまたナースもの。まさか私が看護師だから？そんなわけないだろ、偶然だよ、偶然。ただの偶然か。ちょっぴり残念ね。ヒロになら仕方ないって思ってたんだけど。バスローブの下、何も着てないのよね。なんてね、なわけないでしょ。な、ちゃんとブラつけてるわよ。もちろん下もね。あ、からかいすぎちゃったかな。ごめんごめん。わかってないよ、弥生さんは。弥生さんは僕の気持ち全然わかってない。ヒロ、僕だって男だよ。まだガキかもしれないけど、僕は真剣なんだ。ヒロ、キス初めて？うん、弥生さんが初めて。そっか、今夜は一通り全部私が教えてあげるけど、これは今夜だけ。夜が明けたら私たちはまた家族に戻る。いいわね？よし、じゃあ彼にはちょっとだけ目をつぶってみてもらおう。まず服を脱いで。私の服も脱がせてちょうだい。お互い生まれたままの姿になるのよ。1連続かしら。2時間睡眠、さすがに眠いわ。あら珍しい、虹原さんがあくびなんて。市長、すみません、不謹慎でした。恐縮しないでちょうだい。仕方ないことよ、ご無沙汰ですものね。え、七回忌だったんでしょ、旦那さんの。たまにしか会わない親戚って気疲れしちゃうわよね。もうそれ大変で大変で。紛らわしいヒロとの関係かと思っちゃったわ。そう、昨日は6年前に先立った旦那の法事だった。なのに私は、あの事故からもう6年か。本当に不運だったとしか言えませんね。ああ、よく気がつく子だったのにな。そうね。今はダメよ、親戚中にバレちゃう。大丈夫だよ、みんな兄さんのことで頭がいっぱいだから。で、最近の仕事の話と
どうしたの、弥生さん。もう立ってられなくなっちゃった？みんなのいる前でこんなのダメ。ヒルの保護者としてちゃんと言わなきゃ。やめなさいって言わなきゃ。きっとお兄さんも安心してるわねえ、弥生さん。こっちに来ないでよ。向こうで話してなさいよ。弥生さんのおかげです。ここまで育ててくれたんですから。まだまだいたずら好きのやんちゃ坊主ですよ。ヒロ君がやんちゃ坊主？こんなにおとなしいのに。やっぱ血は争えませんね。弥生さんも相手にするのが大変でしょ。そうなんですよ。困っちゃいますよね。これダメ。おまことクリトリス同時だなんて。ダメ。気持ちよすぎる。ダメ。言えない。義理の弟と本気のセックス三昧で毎日寝不足ですだなんて絶対無理。虹原さん、お客様ですよ。いらっしゃいませ。こういうのを恥ずかしがらずにちゃんと買うのも愛だろ。はい。お久しぶりです、姉さん。あ、あんたは